が西は松井塾の松井です。本日は鎌倉幕府の土地制度という形になってきます。で、実は鎌倉時代になってくると、もう税金がきちんと取れないという状況が発生してしまうんですね。で、これはなんでかっていうと、前回お伝えしたこの荘園っていう制度なんですよ。で、荘園っていう制度を忘れてしまった方はもう一回おさらいしましょう。自分で耕した田んぼは自分のものにしていいですよということが条件になります。ただし税金を払ってくださいねという制度が荘園という制度になるんですが、こっからが問題になってくるわけなんです。この荘園は自分の田んぼだよということになるんですが、これを要するに貴族とかお寺とかのものということに貸し出してしまいます。いいですか？まあなんかタックスヘイブンと一緒です。タックスヘイブン、租税回避地って言うんですけど、なんか税金を逃れるために、要するにこういう貴族の名前とかを使うんです。すごい有力者の貴族の名前使うと、国司が税金払ってくださいねって。税金払ってください。この田んぼに対して税金払ってくださいねって言ったら、すいません、ここの土地、貴族の土地なんですけど、あなたそんなこと言っていいんですかっていうふうになってします。そうすると国司からすると、要は自分よりはるか上の上司になるんで、逆らえないじゃないですか。逆らえないでしょ。だから、じゃあ税金いいです。っていうふうな形になるわけです。わかります？で、これが拡大しまくることによって、要するに平安時代が終わってしまうんです。わかりますか？つまり平安時代っていうところは平安京に対して税金が入ってきて、それによって国を回していくってことなんですね。でも肝心のこの荘園によって貴族の名前使って税金払わないってことをみんなやっちゃうんで、平安京にお金入ってこないじゃんっていう形になるんですね。そうするとどうなりますかっていうと平安時代潰れますよねって感じです。じゃあこの荘園が大量に増えまくって、ね、貴族にどんどん寄付しまくってなったかった、すぐは倒れなかったんです。で、それはなんでかっていうのをもう一個の土地制度について見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。